はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずこっちの恐れ山の祠に入っていきましょう。特にうちはもう10人カツカツでやってるからな。奥から吹きつけてくる生暖かい風と不気味なうなり、死者の国から響くのは生を求める者たちの声だろうか。ここは見つかった。恐れ山の腹渡、バレンシアで最も深い場所。よし行こう。お任せください。よっしゃ任せろ。任せてくれ。目障りだ。行くぞ。修行が足りんようだな。やったぜ、完勝だな。奥にもう一匹なんかいたよね。そして象が立ってる。両方いないけどね、もうクレーベもデューテも。リュートもなかなか個性的で素敵ですことよ。うちのお兄ちゃんなんてクレーベとは月とガーゴイルくらい違うよ。それはさすがに言い過ぎではありませんの。魔導士としての知識や才能は素晴らしいじゃありませんか。それはそうなんだけど、それ以外が問題なんだよ。空気読めないし、友達いないし、世間知らずだし、魔導バカだし。ああ、僕もっと普通のお兄ちゃんが良かったな。これは何だ。何時力を持つものか、ならば我に示してみせよ。戦うの？戦いを挑みますか。もう戦おう。げっ、超強そう。何こいつ、ドーマの使者、死とか透明なヒゲ。何こいつ。魔法防御も防御力もそれなりに強いな。私頑張るね。とりあえず射程から出よう。よっしゃ任せろ。お任せください。まあいいか、アルムが入るけど。おお、怖い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 。第7 クリティカル。これで切れ。ヒットポイントはてなはてなはてな。こいつらなんか来ないね。とりあえずまずこいつを倒そう。弓で狙い撃とう。頼れるなーマジでこいつ。ロビン、超強い。81とか全然経験値持ってねえわ。体が軽いぜ。ロビンスピードがないんだな。透明なヒゲって何。まあいいや、とりあえず捨てるアイテム。まあオレンジはいらん。なかなかやるじゃないか。任せてくれ。あとはちょっと突っ込ませるか。
見事なり。先の門を開き、さらなる力を求めるがよ。ああ、そういうか、どうものより。てか、アイテムがマジでいっぱいだな。ああ、さすがにもう、戦えないか。ちょっとやっぱりアイテム整理をするか。ちょっと待って待って、身支度か。透明なヒゲ、特殊な竜のヒゲ、飲み水を飲む。元気が出たかな。冷めたスープも飲んじゃおう。元気が出たかな。冷めすぎだろもう。マナの草とかなんかすんげえいっぱいあんだよな。これ奥とかいけそうやね。とりあえずクラスチェンジできる人はいない。お供え物をしよう。マナの草とか。聖者の門は欲深き者の道、命が惜しくなければ行きなさい。移動じゃないや、とりあえず調べよう。草をお供えして草を手に入れる。奥2つあるね。あれ違うのか、右と左。ちょっと待って、まあいいや、行こう。神の像に力を示すとき地獄の門は開かれる。ちょっと待って、気になる。左もやっぱり気になる。ああ、これは普通に井戸か。こっちは幸運。幸運っていうよりはな。これは速さか。ロビンにね、速さが欲しいんだよね。かといってな、やはりアルムに振っとくか。これは幸運はいいでしょ別に。早くしとこう、とりあえずアルムを。よし、で、右側へ進めばいいわけね。よし、左覗いといてよかったな。で、ちょっと待って、ここら辺あんまり走りすぎてるとな。お、なんだなんだなんだ。え、何これ。死者の門、聖者の門。ちょ、右に行こう。生きてたい。こっち側も行けるね。広いところに出て敵がいる。こっち側に、おらおらおら。見つかった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 。よし、じゃあ奥へ行こう。これは飲み水いらん。こんなところに落ちてる飲み水なんて。うおお、敵ができてきた。これここなんかあんのかな、箱の中になんかあんのかな。追いかけっこしてるけど。ちょっとこいつは仕方しよう。この奥へ進んでいきましょう。結構広いね。
こっちも行けるか。ん？さらに奥へ続いている。え？何これ。え？マジで祠っていうレベルじゃなくね。お、なんかある。え、何これ何これ。ちょっと待って、先にこれを取ろう。ほいほいほい。速さの指輪、速さの指輪か。速くなるんだろうけどさ、武器を装備できなくなるっていうのがちょっと痛いよな。移動力も上昇するんだ。これちなみに何？転移？え、どこに転移すんの？ちょ、怖いの。あー、びっくりした。ホラーゲームになったよ、いきなり。もうちょっと調べたいからね。こっちの先は特に何もない。痛い。下へ行ける。で、転移がまたあるのか。これ何？バターだ。いらん。え、転移ってどこに転移するのかだよね。またガーゴイルみたいなのがいんな。そしてここに宝箱。これは聖なる弓。これ以上持てません。マナの草がありすぎなんだよな。薬の材料になるとはいえよくわかんねえな。パン食うか。元気が出たかな。元気が出たかな。かけらも食うか。元気が出たかな。元気が出たかな。アルブも太るなこれ。元気が出たかな。あ、これはもう無理だ。回避不能だ。ちょっとね、デューテをね、やっぱりもう上級職にしないと厳しいんだよな。てかほんと広いなここ。また宝箱がある。銀の盾、聖なる盾、どちらを望むか。これ聖なる盾でしょ。銀の盾とか普通にありそうだしね。で、これはもう取れない。ああ、開けられてる。盾自体あんま使わないからね。ちょ、待ってって。やべえ、何こいつ。超危ねえ、普通に事故るとこだった。え、何こいつ。お任せください。え、攻撃力むちゃ高くね。マジ強かったんだけどさっきのやつら。で、ここはいけない。この魔法陣ちょっとやってみるかと思ったけど奥にもいけるね。
宝箱があるね。なんか守ってるね。いや、すげえボスっぽい。まあ、射程に入らない程度のところに進軍させて、わっそうだよ、これだよ、もう本当に。いった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 、やばい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 。しかも呼び出してくるのかよ、ガーゴイル。もうこいつはもう絶対やばいから、エフィで始末する。で、あとはこいつ魔女厄介だよな。魔女こっからいける？いけるね。で、物理攻撃だけになればまあなんとか耐えきれるからね。なかなかやるじゃないか。こいつはここにいて、やっぱりな、デューティがちょっと弱えんだよな。これをファイヤーで倒そう。クレアいけるか。スライム持ちか。下げよう。いけますよ。ちょっとピンチだからね。で、回復させとこう。ありがとうございます。で、魔法防御の高いマチルダでいくか。身の程を知れ。ナイトキラーいけるね。ダルムも倒せないか。弓で減らすっていう。よしよしよし、大丈夫大丈夫。時間は安らかに眠るといい。アルム軍はマチルダが強いね。ガーゴイルはね、素早さがあるからね、2回攻撃はできないんだよね。そしてちょっとめんどくせえな、この量は。さすがに早々に祈祷師を始末しよう。うわ、危ない危ない危ない。竜ってマジ危ない。お任せください。こっから狙える？狙えるね。スライムって3来るのか。そうするとやっぱりこいつだよな。頼れる棒ないと。よし、はいはい、
俺の見せ場も残しとけよ。いける。この勝利をお前に捧げよう。ただボスっていう感じのやつはいなかったな。宝箱、魔封じの盾。おお、なんか魔法防御がめちゃ上がりそうだな。これちょっと使ってみよう。待って待って待って、めっちゃ囲まれてるんですけど。でここに戻ってきたわけね。ちょっとまだ奥行きたいよね。いろいろと調べたいんだけど。ごめん。行けって。金があったけどまあいいや。でちょっとお供え物しよう、いっぱい。まだの草。よし、これで疲労はだいぶ回復してるはずだ。疲労とかあんまり気にしたことないけどね。ちょっと、あ、左は関係ないんだった。泉があるだけだから。さてこれでちょっと左に行ってみる。だいぶ長いね、ここ恐山の祠は。なにこれ。あ、敵か。大丈夫、負けるはず。うわー、逃げろー。無理だ。あ、追いつかれた。敵の方がちょっと早いんだ。これはもしかして復活の泉か。暗黒の剣売るけどね。これは歯車使わないけどね。おお。誰にする。竜と。いやこいつら弱えな。今思うと早々に死んでったからな。残しとこう。クレーベとか別に強えっていう感じしないからな。魔法もなっていう、てか仲間になったからな。誰に飲ませますかって乗ってるってことはさ、一応死んではないんだ。重症的な扱いなのかな。だって死んでたら飲めないもんね。一応ここに復活の泉があるっていうのは覚えとこう。もうこいつらめんどくさいんだよな本当に。ちょっと一回巻こう。
走れば負けるはず。でこっちにつながりましたと。 OKOKOK。 じゃ負けねえわ。この奥が行けそうだな。え、なんかいる？え、なに、普通の敵？ここは特に何もないか。ゴミダメ的な。何にもなさそう。ここはこれで終わりか。あとどっか行ってないとこ、こっちでまだ行ってないとこ。マジで広いな。左側とか行ったっけ？行ってないね。特に何にもないか。これは何にもないパターンだな。追われてるけど、どっかでダッシュをかけないと追いつかれっかんな。よし、とりあえずまあ探索は完了した感じかな。デューテをちょっとクラスチェンジさせたいんだよね。あと1レベルか。いるのか。ダメだ。逃げらんなかった。ちょっとね、この恐れ山の祠でだいぶ時間を取られましたけど、次はこいつを倒して、あとできればデューテも1レベル上げてクラスチェンジさせたりして、次はヌイババのところですね、ここに行きたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。